レオフンテクは、オーストリア・ハンガリー帝国出身のスロベニア人の指揮者。生涯の大半をフィンランドに過ごし、フィンランド歌劇場の指揮者も務めた。ルブラナに生まれ、ライプツイヒ音楽院とライプツイヒ大学に学んだ。1906年から1909年まで、ヘルシンキフィルハーモニー管弦楽団のコンサートマスターを務めた後、 1909年から翌1910年までビープリ管弦楽団の音楽監督の座にあった。フィンランド歌劇場の指揮者に転出したのが1910年のことであり、1959年まで約半世紀にわたって現役のオペラ指揮者という目立つ地位についていた。その間1916年から1919 19年まではストックホルム宮廷歌劇場の 純コンサートマスターとしても働いた。ヘルシンキで没したフンテクは演奏家としての活動に、加えて教育者としての顔も持っていた。最初は1911年から1939年までヘルシンキ音楽学校に職を得て、バイオリンや合奏、還元楽法の講義を受け持った。後に、シベリウス音楽院より1939年から1955年まで、 バイオリンの教授に迎えられ、1950年から1955年まで、指揮下でも指導した。指揮法の講義に、オーケストラの訓練法を導入した人物としても、認められている。文下には、自らも優れた指揮法の教授となったヨルマパヌラの、他に、現代フィンランドの二人の女性作曲家、ヘルビレミカ・レイビスカとハイジ・スンブラド・ホルメイを、輩出した。 作曲家の息子メリライネンも門弟である。モデスト・ムソルグスキーのピアノ組曲、展覧会の絵を還元落用に編曲した音楽家の一人。フンテクによる展覧会の絵の編曲は、モーリス・ラベルの編曲よりも1月早い1922年7月に出版されているが、ラベルが同様の企画を立てていたことをフンテクは知らなかった。フンテク版は他の編曲とは、 対照的に原曲であるムソルグスキーのピアノ曲集に厳密に従っていると評されている。ありがとうございます。